平山康夫は、日本の政治家、実業家。衆議院議員、国民新党国会対策委員長を務めた。福岡県田川市に生まれ、長崎県伊奇市で育った。成果は、平山旅館。長崎県立域高等学校、早稲田大学政治経済学部経済学科卒業。成果の平山旅館取締役を経て、株式会社オークスを設立し、 代表取締役に就任。地域振興のため、郷里の特産品を販売する、ウェブショップを運営する。2005年、NPO 法人全国イ、e、コマース協議会理事長、デジタルハリウッド大学大学院客員教授に就任。2007年には、経済産業省産業構造審議会臨時委員を務め、また全国イ、e、コマース協議会会長に就任した。2009年2月、 民主党から直総選挙での公認の内定を受け、東京都第十三区総支部長に就任。同年8月の第45回衆議院議員総選挙に東京十三区から出馬し、自由民主党所属で元環境大臣の鴨下一郎を破り、初当選した。民主党内では、菅直人を支持するグループに所属していたが、菅内閣下の2011年2月には、小沢グループ、 鳩山グループが主導した2009年マニフェストへの原点回帰の要請とする要請文に名を連ね、後に小沢グループの北新会に移籍した。2012年4月11日、民主党幹事長代行のタルトコ新時に離党届を提出し、民主党を離党する意向を表明。離党届は5月8日に受理された。2012年6月、衆議院の国民新党会派に入会。 平山の入会により、同党は、会派名を国民新党から、国民新党、無所属会に改めた。ただし6月26日の消費税、増税法案保科社会保障、税一体改革関連法案の採決では、国民新党の所属議員が、全法案に賛成票を投じたのに対し、平山は、反対票を投じた。2012年10月1日、 国民新党に入党し、同党国会対策委員長に就任。なお平山の入党に伴い、国民新党は衆議院の会派の名称を国民新党に戻した。2012年11月26日、国民新党を離党し、亀井静香山田雅彦らが決闘した減税日本、反 TPP 脱原発を実現する党に入党。次期衆院選へは、 同党から比例九州ブロック単独での出馬が内定していたが、翌27日、国民の生活が第一、減税日本、反 TPP、脱原発を実現する党、緑の風の所属議員が合流する形で決闘した、日本未来の党では公認されず、第46回衆議院議員総選挙への出馬は見送った。二千十五年十二月、株式会社フォジャパン設立。 ありがとうございます。